はい、久保さん、こんばんは。声が出なかった。はい、久保さん、こんばんは。気になる男第118話ですね。第118話。今回はですね、マインドブロックを破壊する唯一の方法みたいな感じで、ちょっとやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。前回、マインドブロックというか、この UFO シリーズ、八尾純七シリーズ、ご紹介していただいてありがとうございました。これが10年前ということで、ちょうど40歳の頃ということですね。10年前といえば。そうやって、なんか、いろんなことをしてたんだなと思いますね、本当に。これを見るにあたりですね。はい。いや、だからやっぱり、いろんな行動が、いろんな行動が積み重なって、人ってこう、なるんだなとふと思ったりもするんですけど、自分の場合だと、セールスのマインドブロックですよね。セールスのマインドブロック。これをどうやればね、ぶち壊せるんだろうかみたいな、まあ、ところもあったんですけどね、結局こうなんですよね、まあ、セールスを続けることによってどんどん落ちていくと、まあ、それはセールスの前のプロモーションの作業もそうだと思うんですけど、まあ、プロモーションもやればやるほど、ああこんな感じなのかと、あこうやればいいんだっていうのがどんどん学んでいって、そしてプロモーションとか本当にしていいんだろうかみたいなのがどんどん取れていくというか、結局そのマインドブロックっていうのは、その行動を続けることによって、まあ、壊すことができる、壊すことができるんだっていうところが実感、自分もすごくしていて、もちろんセールスをしたけれど買ってもらえなかった、それもしまあ2ヶ月前とか3ヶ月前だったら、本当に、ね、こんなの、ね、何がやってもしょうがないじゃんってずっと思ってたんですけど、結局やっぱりそこをなんか何回もやることによって、なんか一体じゃあ何がダメだったんだろうかって、ようやくこの冷静に分析できるようになったというか、もう自分が本当にやっていいのとか、なんか不安のまま進んでたら、やっぱり自分がなんか自分に原因があるんじゃないかっていう自分の落ち度ばっかりこう見てしまうんですけど、そうじゃないと、しっかりこの視聴者の声とか反映できてるのかとか、聞けてんのかとか、もしかしたらその YouTube の初心者の方が聞いてないんだったり、もう YouTube 結構普通に見てるだけ、なんかもう作って何回かこうやったんだけどみたいな、要はちょうどニーズに合ってないとか、あとはまだ単純にまだ全然発信が足りてないとか、こういろいろ考える部分があるなと思っていて、それはやっぱりこうやりながら探っていくしかないとも思うし、いろいろこういろんな観点で見てふっと気づくこともあるだろうし、やっぱここは悩みながらでも歩いていくしかないのかなとは思うところがやっぱりありますね。今まではそのやっていいんだろうか、やったら怖いなとか、なんかこううちにこう原因を考えがちだったんですけど、そうじゃなくてもっとこうしっかりと分析するっていうか、そういうことがやっぱやる必要がこうあるんじゃないかなとは思ったりして、もうちょっとここから話がまた少し変わってくるんですけど、まあ、昨日のちょっと結果報告、塾生さんからいただいたのをちょっとシェアさせていただきたいんですけど、こんな感じでしたね。まあ、当方は何をやっても中途半端で、投げ出すことが多かった人間ですと、まあ、これも自分もそうなんですけどね、全く自分もそれ一緒だなと思ってて、それがまがいないにもここまで続けているのは、まあ、続けられることをやったからですという、結局その自分に合ったことをやっぱやってる、あれば続けれると、で自分の声がネットに乗るというのがこれほど面白いものかと自分でも驚いてますっていう、この YouTube の魅力ですよね。 YouTube の魅力、やっぱそういうところを感じていただいているのかなとは思ってて、 YouTube の
まあ、1人でも2人でもそれを聞いてくれる人がいると思えば作業に張りができてきますと、高田先生に報告することも誇りになって張りになっていると思いますということで、まあ、これは自分も今一緒で、結局この気になる男シリーズっていうのも、まあ、久保さんがいるから続けられている事実というところもあって、その一人でできなくても、まあ、誰かと一緒ならできることってたくさんあるよねってすごい最近は思っていて、だからこそこのマインドブロック、もうマインドブロックがねあってなかなか行動できないんだっていうのがあったとしても、結局その小さな一歩っていうのをこう踏み続けていれば、まあ、ブロックが徐々に緩くなっていくんじゃないかなと思ってて、例えば YouTube を始めて動画を撮るのが大変だって言った、もう動画撮るなんて大変ですよって思ってたところから、例えばこの目標をねしっかり立てていかなきゃいけないなとか、具体的な数字っていうのもしっかり考えていかなきゃいけないなみたいな、こうどん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 思考が深くなっていくような気がしていて、で YouTube ね始めてまだ1週間ちょっとしか経ってないの、もう2週間まだ行ってないですね、1週間ちょっとなのに、もうねサムネが作れるようになったんで、もう全部ねこうサムネを貼り替えるとすごいですよね。もう今まで全部出したサムネに対して一つ一つねこうサムネを練習するんだと、もう今ここでサムネの覚えたんで、ここで一気にサムネのスキルをつけてやるっつって、こうやってサムネ全部貼り付けて、さらにもタイトルとかもね全部、もうタイトルも全部今まで全部ほとんど一緒だったのが全部こう書いていく、キャッチコピーもこうやって一つ一つ自分がどういうふうに成長したのかっていうのをこう考えながら、過去を振り返りながらこういろいろとサムネをつけていく、初めましてから始まってですね、まあ、こうやって塾生さん、どちらも今塾生さんなんですけど、本当にどん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 成長している、すごい勢いでなんか変わってきてるんじゃないかなと思ってて、やっぱこのひとたび人間ってこうできるようになれば、なんか貪欲になっていくなと思ってるんですね。まあ、もう一方ちょっと声をシェアするんですけど、これも塾生さんですね。私は3年前に YouTube アカウントを作成しましたけど、YouTube の可能性は感じてたんだけど、その放置状態でしたよと。で、何から手をつけていいか分かりませんでしたと。でも、今回具体的な話を聞けた。そして、だけでも入塾した価値があったと。まあ、成功者の生の感覚を聞けるのが効率的で近道になると思います。まさに情報は金なりですねっていう、まあ、昨日シェアもいただいたんですけど、これも塾生さんですね。本当にその可能性がある限り挑戦していれば活路は開くとは思っていて、まあ、自分も新しいコーナー、これもね久保さんにいろいろ相談しながら、90秒で100万稼ぐっていうね、こうキャッチコピーを、ちょっと強めのキャッチコピーを作りながら、ちょっと新しいコーナーをまあ始めて見たりだとか、まあね、価値が本当に多くの人に届くように、まあ、活動を続けていく。で、もちろんこの活動ですよね、覆面 YouTuber 知恵袋ということで、まあ、久保さんの運営している速稼塾のポータルサイトにも情報を提供するっていうことを始めることによって、よりこう YouTube に対していろんな情報を届けていくみたいなことをできるようにするみたいな、これは自分自身もこう気になる男シリーズによって成長しているっていうところを、さらにこう自分自身もセールスにこう自信を持つために日々努力していくっていうところがやっぱり大事なのかなとふとやっぱり思っていて、まあ、自分も結局この何でしょう、チャンネルを作成するっていうところから始まったんですよね。何はともあれこのアカウント作ってチャンネルを作成する、本当にここから全てが始まったんで、で久保さんが昨日前回送ってくれたこの弥生純一シリーズですよね、シリーズ UFO シリーズですね、 UFO シリーズ、
ジャーナリストっつってね、こう動画がすごい編集されていて、うわ、すごいなと思っていて、やっぱこの脱初心者、何でもいいんですけど、別にこれ YouTube じゃなくてもいいんですけど、脱初心者になってしまえば、人生って結構動き出すんじゃないかなと、まあ、思いますのでね、この YouTube に対して脱初心者になってみたいなっていう方は、まあ、声かけていただきたいしね、もったいないですよね、正直。脱初心者のままっていうのが、非常にもったいないと思いますんでね。初心者の方がね、聞いているんであれば、ぜひちょっとお声かけていただきたいなとは思うんですね、本当に。非常にもったいないなとは思っていて、なんかそんな気がしましたね、本当に。まあ、ぜひよかったらどうぞっていうとこなんで、まあ、この最後、ヤオ、ちょっと名前をもう一回確認させてください。ヤオイ17シリーズですね。ヤオイ17シリーズの動画ちょっと見せていただいてですね、この未知なる YouTube の扉というところにちょっと、こう、パロディを無理やりしてさせていただいてるんですけど、この未知なる YouTube の扉っていうところをまだ開いてない方たくさんいると思うんですよね。ここですよね。YouTube という謎の扉。ね、これを開くと一体どういうことが起きるんでしょうかというところですね、本当に。で、最後はこう、最後のこれ最後のスライドなんですけど、衣装を書く前にせめて YouTube というところでね、ぜひ、YouTube ね、やったことない人、そして始めてみようっていう方はね、やってみると何かね、やっぱ起きるんじゃないですかね。だからこの状態もったいないですよね。このまだ開けてない扉、果たしてこの扉を開いた瞬間ね、一体どうなるのかっていうね、いうところもこう体験していくと、またこれからの人生変わっていくんじゃないかなと思いました。はい、ということで、気になる男第118話、こんなところで終わっていこうかと思います。そして久保さん、気になる男第119話またよろしくお願いいたします。はい、ここまでの放送は覆面 YouTuber たかがお送りしました。ありがとうございました。久保さん、よろしくお願いします。